警察来てる。ちょっと待ってて。え、警察来てる。あ、変な人いる、走ってる。変な人いる。変な人走ってる。逃げてる。ここ何何 U ターンしよう。やばいやばい、やばくない。え、何すか何すか。なんか台風で外でなんか踊ってる人がいて警察来てますよ。やばいやばい、雨が吹っ込んできてるんだけど、なんだ。え、何何、なんか警察から走って逃げてる人いた。何あれ、どうなってんの。え、何すか何すか。何が起きてんの、あそこ。わかんないっす。何す、え、裸で走ってる人いる。そう、どこ。本当だ。え、裸で走ってる人いる。キモ、裸で走ってる人いる。裸で走ってる。うわ、裸で走ってる人いる。ちょっと止めてみますか。止めれる、止めれる。え、なんか警察がすごい集まってきてますけど。え、何何あれ、何。警察追われてる人いません。警察追われてる人いる。裸で、裸で。え、何あいつ、何あいつ、やばくね。え、人、え、気持ち悪い。やばくね。え、気持ち悪い。何あの人。え、待って、やばくない、あいつ。警察に止まっ、やばいやばいやばい。ああ、やばいやばいやばい。何だ、何あいつ。え、何あいつ、外でなんかやってる人います。ちょっと、あ、雨、あ、警察に捕まる、捕まる、捕まった。ちょっと、え、ちょっと、もうちょっと前行こう。あ、警察が4人もいる。わちゃわちゃやってる、なんかやってる、なんか、あ、なんかやってますね。うん、裸の男が。ちょっと、ここに止めて。裸の男、裸の、警察に僕らも声かけられますよ。裸の男が、何があったんですか。知り合い。いや、知り合いじゃないです。いや、知らないです。な、何があったんですか。え、何があったんですか、こんな台風で。何があった。あ、はい、あ、来ました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 。やばいやばい、なんかいる、なんかいる、なんかいるんだけど。え、やばいやばい、こいつ、な、な、な、何してんのこいつ。やばいやばいやばい、連れてかれるんだけど。何、何こいつ、やばくね。主催者でしょ、助けて。何言ってんのこいつ。どなたですか。誰ですかこの人。連れてかれるか、警察。だってまず、あの、台風の中で上半身裸なのもやばいし。はい、おかしい。はい、いや、本当に知らないです。君たちは何してるの、ここ。僕らは、あの、俺らまで、この家の、家に行って、その帰りに、あの、渋谷まで今から帰る。撮影してるのは何なの。いや、変な人がいるからです。そうです。ああ、そうなの。変な人がいるなと思って。からかれるとさ、はい、困るから。そうです。はい、わかりました。はいはい、すいません、すいません、すいません、はい、どうもす、はい、すいません、ありがとうございます。はいはいはい、はい、ありがとうございます。シートベルトですね。はい。イエーイ。怖い、怖い。乳首がやばくないですか。 YouTube なる。いいかい。あ、じゃあすいません、失礼します。はい、すいません。やばくないっす。なんすかあれ、なんすかあいつ、ヤバ人だし。あんな人類いるんすか。あれ、類人猿っすよ多分。いや、ちょっと今、あの、コンビニで買い物しようかなと思ったら電気がついてるから開いてるんかなと思ったら、これどうなってます。一時休業って書いてあります。うわー、しかも、うん、これ3件目ですからね。ってことは多分もうここら辺無理、うん、だから多分それこそ、あの、今ね、ネットですぐこんな台風なのに、はい、出勤させたらっつってブラック企業認定されるじゃないですか。そうですね。だから多分ネットで言われないように休業にしてんすよ。なるほど、うん、ちょちょちょ、閉めて閉めて閉めて、怖い怖い怖い、ロック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 、閉めて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 、早く間に合う、やばいやばい、ガチやばい。ネット配信みたいなしてる、あれ。あ、何されてるんですか。何されて、インターネット配信の閉めんの。はい、閉めんな。はい、なんすか、喋ってる途中でしょうが。いや、今台風でひどいじゃないですか。今から何するんですか。いや、閉めんな。俺のターンが来たら閉めたら喋れへんやろ。すいません、何してるんですか。何してる、だから今から海行って、その下なんか、なんかビニールみたいなの、なんすか、そのビニール、黒い線みたいなやつ、なんすか、体の。ハイエボリューション、ハイプレッシャー。です体が夏になる。やばいやつ。なんすか、なんすか。え、それ気に入るな。今から海行くんすか。今から海行くんで。え、何しに行くんすか。乗せてください。何しに行くんすか。軽自動車って定員が4人なんで。俺、あの、トム・クルーズみたいに上に乗っかってくるの。シャーッって。いや、なんか滑ったみたいな。結構面白い。締めらせないですよ。締めさすな。あ、OK。 あ、入ってるよね、ボーノ君。え、ちょ、なんか戻ってきたみたいですよ。おい、どうした。お前もうやめろって、マジで。もう止めに入ってきたの。うん、いや、もうやめた方がいいって、マジで。いや、でももう今なんか台風上陸してきてるから、ガチで。だから、うん、それまで待ってたんだって。いや、マジでやめた方がいい。あのね、人に迷惑をかけないんだったらいいんだけど、迷惑かかってないでしょ。かかるんだって、お前が巻き込まれたら。あ、俺が？お、何か台風に巻き込まれたら、さっきだって警察だってさ、ね、お前があんなことやってなかったら、そもそも警察もこんな台風の大変な時に出動しなくてよかったわけ。で、もしこれでね、他のところで
他のところでなんか台風の被害があって本当に警察が必要なところにその人とお前のせいで人員取られてね、それでその警官がそこに遅れたらそれでそのちょっとの遅れでさ人の命に関わっちゃったらどうすんのよ。どうする。だから自己責任っていうだけじゃ済まないのよ自分がやってることって。安全じゃないから面白いじゃん。だからそれであなたの命に危険が及ぼうとしたら周りの行政とかね、あの公的機関が警察とかもそうだし、レスキューとかもそうだし、なんでその時止めんかったんや。そう、海上保安庁とかもそうだし、全部が動かなきゃいけないんですよ。あなたのことをもしかしたらその人たちも助けたくないかもしれないけど、でも助けるのが仕事なんですよ。まあね。はい。考え直していただけますか。今なんかコメントあるんですか配信で。コメントでも止められてないんですか。それとも行け行けってなってんですか。なんてコメント。ちょっと読んでみてもらっていいですか。なんか。え？危ないからやめとこうとか。うん。それバッグ何入ってんの。バッグに何が入ってるんですか。何入ってんのそれ。いろいろ。シャンプーとか。シャンプー。歯磨きとか。歯磨き。シャボン玉とか。シャボン玉。あとそばとか。そば。そばがこう風のぶわーって横向きになるその風の感じを見てほしい。発想がゴミですやっぱり僕らもあなたに会ってしまってこうやって関わってしまった以上、うん、止めなければそうなんですよ。やっぱり要は見殺しにしたことと同意になってしまうんで、で僕らで止められないんであればもう仕方なく僕らも警察の方を頼るしかないです。いや警察呼ばないでよ。じゃあもうやめましょう。やめましょう。海はやめましょう、はい、海は、はい、じゃあどこに行けばいいか。案があれば海やめる。警察署に行ってください。警察署に行ってください。自首してください。何の犯罪。自首してもらっていいですか。何の自首だ。バカでごめんなさい。犯罪性ないじゃん。とにかく海に行くのはやめてください。台風の時に行って面白いのってだって海しかないじゃん。まあもう僕らが多分これ言っても止まらないですね。もうボン。帰るから安心して。大丈夫。迷惑かけないで。いやだから僕らには別に迷惑かかんないですけど。警察には迷惑かけないから。公的機関に誰にも迷惑かけない。じゃ誰にも迷惑かけないですね。かけない。はい。見ててくれ。本校が終わる前に終わるから。じゃあ。